立雲郷は、兵庫県朝佐越市和大山町にある峡谷。円山川の川切りに覆われた幻想的な風情と、雲海の美しさから名付けられたと言われる。立雲郷から見た、武田城と雲海立雲郷から望む武田城、後西の古城山の頂に、天空の城と呼ばれる武田城跡、眼下には山間を縫うように流れる円山川と、城下町、武田を望む。 将来山の中原に位置する。大なる池、竜神の滝を、はじめ、無数の祈願、巨岩、滝が点在する、継承渓谷である。同時に、田島吉野とも称される、山陰随一の山桜の名所で、毎年桜の開花期に合わせて立雲も今日桜祭りが、開催される。展望台は3カ所あり、いずれの展望台も竹田城跡を望むことができる。一帯は、将来、 群山県立自然公園に指定されている。兵庫県朝佐越和田山町、竹田。位置は、北緯35度17分9.22秒、統計134度50分25.69秒、北緯35.2858944度、統計134.8404694度、35.2858944、134.8404694。 立具日朝浅越武田城石立具日朝浅越、兵庫の環境、朝越郡山県立自然公園。ありがとうございます。